きチャンネル。じゃ。こんにちは。さあ、じゃあ今年こいつがキーマン。そうっすね。2回目。いきなりっすか。いきなりやります。なんかアイドリングトークいらないっすか。今日なんかあれっすね。部屋着っすね。ちょっとやめてくださいよ。もうお気に入りなんですから。そうなんですか。はい、あの寝巻きで。まあ家着としても着てますけど。ひどい。チャンピオン。ちょっと待って、私来た時からそれ思ってたんですか。あれ、箱間さん部屋着着てる、着てる、部屋着で着てるみたいな。いや、今日ラフやなって思いました。ああ、今日はちょっとラフで。ラフデーなんですか。ラフデー、はい、部屋着で着たって。いや、ラフやなと思って。これ、形もちょっとこう変わってるんで、後ろが長くて、こうやったら見えるのかな、はい、分かりますか。ちょっと後ろが長くなってて、ね、はい、で、ちゃんとおしゃれスカートと合わせてるわけです。いや、だからスカートは、しゃれてんなと思いましたけど、はい、上が、あれですか、ギャップの感じ。いや、そうです、なんか甘辛じゃないですけど、はい、ラフなものにちょっとこうガーリーなも合わせるみたいな、そういうのが来てるんです。そうなんですね。ちょっとやっぱりあのジェネレーションですね。はい、ちょっともうちょっとファッション勉強してくださいじゃあ。ポロシャツって。ポロシャツなんて、だってなんかコメント欄に、はい、あの佐々木さんのポロシャツブランドを作ったら買いますっていうコメントがあって、それ見て、はい、調子こいて、はい、いいんちゃうと思って、はい、俺ポロシャツブランド展開しようかな。アパレルで、はい、ね、はい、めちゃくちゃ着心地とかにこだわって、ね、はい、世の中的にポロシャツ、はい、そんな流行ありますポロシャツ流行あります。ポロシャツって流行あんまないと思うんですよ。でもなんか海外の人とか結構ポロシャツ着てるイメージあるんですよ。襟付きの、はい、ボビーとかも常に。だから海外の人ってなんか T シャツよりポロシャツっていうイメージが、はい、僕のイメージではあるんですけど、はい、ボビーとかも着てたんで。日本人でポロシャツを、確かに、そのファッションでポロシャツってあります？そんなにないかもしれないですね。ね、大丈夫？作って売れるかな？だから今年ちょっとこう緩いのが最近流行ってるんで、はい、女子用とかで大きめポロシャツ。ああ、で、しかもちょっと襟がデカめの、襟大きめで、はい、で、ここまでになってて、で、こうダボっとして着られる。ああ、可愛いかもしれないです。どう、いけんのか、ポロシャツアパレル成功すんのかな。ノースリーブポロシャツとかどうですか。おお、でも、ね、テニなんかね、はい、テニスとかの人とか、そうそうそう、はい、だからあのね、皇居の周りもポロシャツ着て走る、はい、だからランニングポロシャツとかね作っていただいたら、はい、私ノースリーブのポロシャツ着て出ますよ。いや、まあそれでしょうね。それだって商品提供だから、ただですね。あ、そうですね。売れんのかな、需要あるかな。あ、でも球場に来るあの記者の方とか、はい、でやっぱ夏暑いじゃないですか、はい、多分ポロシャツは OK なんですよ、はい、普通のシャツじゃなくても。そうですね、みんな来ますよ、佐藤さんのポロシャツ。そうやな、めっちゃ涼しいこのポロシャツって言って、汗も、はい、共同開発して、はい、Z と、はい、で作ろうかな、はい、いいですね。でも1キュッパぐらいじゃないと買ってくれないでしょ。3キュッパ、3キュッパいける？ 3 キュッパ、3キュッパいける。着心地こだわればいける。39,800円。そっち。話してみてみて、はい、問題入りましょうか。はい、5分いっちゃった、はい、さあ、ということで、はい、あの12球団のキーマン、はい、今日はですね、うん、あのまあ、昨年5位の中日と、はい、日本ハム、日本ハム、はい、キーマン、はい、どっちからいきましょう。じゃあ中日から、はい、まあ、中日はね、今年はもう僕の中ではもう前評判かなり高いっていうところで、はい、そのやっぱり A クラス優勝、うん、上位進出するためには、まあ、やっぱこいつの活躍なくしては無理やっていうところで言うと、野手はですね、はい、強打っすね。うーん、まあ、さらなる高みを望めるはずなんで、はい、うん、もっと上のレベルでしっかり結果残して、はい、もうゴールデングラブ賞なんて楽勝で取りましたよと、はい、私全然うまかったですけど、うん、まだ皆さん知らないんですかとか、はい、はいはい見てください、はい、楽勝ですよって言って、はい、今年のオフしっかりゴールデングラブ賞も取って、はい、でバッティングでもいいところ残して盗塁もしてっていうところで、うん、はい、もうワンランク強打が上がれば、はい、が引きますから。で、その、ね、周りを固めるとだから大島だったりとか、はい、あとはその、まあね、去年良かった高橋周平とか、うん、あとビシエドとか、はい、なんかあるもんでもなんか情報によると開幕間に合いそうだっていうところもあるし、うん、そういった周りはもう多分スタンダードに活躍すると思うんで、はい、もうここは強打がバシッと、はい、だから強打大島の 1,2 番が仮にもしハマって、はい、両方がそのタイトルを絡むような活躍したら、もう、はい、いきますか。
そのためにも今日出す。なるほど、その一人が上がることによってチーム自体がずっと上がるわけですよね。そのためには、うん、もう僕的のキーマンはやっぱ強打やと思うんですよ。強打選手、やっぱ強打がしてもらうとやっぱセンターラインしてもらわないし、はい、まだねグラグラっとした時に、うん、ここの一気にいくっていうのがなくなるんで、うんうん、僕やっぱ強打しちゃうかっていうね。なるほど。だってね、足も守備もね、うん、でね、もうドラゴンズファンの皆さんがね、はい、昨年、うん、強打がゴールデングラブじゃないって言ってね、はい、うわーってなったところを、うん、もう今年は地下オフになったら、はい、もう楽勝で取りましたよみたいなね、うん、形できれば、はい、もう、そうですね、ドラゴンズが取れるぐらいの実力持ってるわけですからね。そうそうそう、あともう知ってもらう、知ってもらう、知ってもらうだけです守備うまいなぞっていうのも、そうそうそう、うん、で結果も打つのもね、はい、しっかり打って、うん、反骨心で頑張ったら、はい、一気にいくんで、やっぱ野手は強打が周りをさらに生かすこともできるんで、はい、この強打の頑張りは欠かせないと思うんですよ。はあ、なるほど。じゃあピッチャーは？ピッチャーはですね、ロドリゲスとかね、うん、大事なホールドが退団して、まあ、中継ぎの、はい、もう頑張らなきゃいけないんですけど、うん、やっぱここはね、柳ですね。おお、はいはい。やっぱ昨年ね、11勝から2桁以上勝って規定投球回にも行って、はい、でピッチング内容も素晴らしかったし、はい、まあ、今年のチャタンのキャンプ行っても、うん、このピッチング練習からもうボールが低めにしか行かないんですよ、はい、だからもうめちゃくちゃ、だからもう球のね力とか、うん、そういう球速とかじゃなくて、しっかりまっすぐも変化球も低めに投げていくっていう、はい、その丁寧なピッチングっていうのは、うん、あ、これブルペンからしっかりやっていってんだなっていうのをキャンプでも見れたし、はい、そういったところでこの柳がまた今年、まあ、昨年ね大野とかベテランも頑張りましたけど、はい、まあ、柳がもうエースとして一本立ちして低めの投球をしっかりしていって、うん、まあ去年が11だったんで、はい、まあ、14、5勝まで頑張って伸ばせれば、うん、うん、気にグッとあるんで、はい、で柳がバチッハマったらそのわけでね、まあ、ベテランの大野とかもう楽勝でパパーンといって、うん、キャンプのね若手の注目の梅津はい、ね、まあ、ちょっとオープン戦ポンポンって打たれてましたけど、まあ、しっかり調整していってついていければ、うん、若い力がそうグッと上がってくるんで、はい、このその中でもその柳が安定して、うん、そのピッチングしていくことによって、はい、周りがさらに安心感と、うん、この層の厚さが出るんで、まあ、ここの角は抑えておきたいなっていう、うん、なるほど。そうなってくるとピッチャー陣も結構本当ローテーションも安定してくるというか、そうですそうです、ね、で中継ぎ陣不安のところ、ね、柳とは完投できれば、はい、中継ぎ陣も休ませることもできるし、うん、その完投能力あるピッチャーもやっぱ大事だと思うんで、はい、しっかり完投しながらね、やっぱ長いイニング考えて投げていければ、うん、僕はね、いけると思うんですよ。ほー、柳強打っすね、ドラゴンズは強打選手、じゃあここに皆さん注目してください。そうです、そうです、はい、で、次が日本ハムですか。はい、日本ハムはですね、野手はですね、はい、ビアヌエバっすね。ビアヌエバ選手、ここは、はい、うん、もう外野の近藤にしか太田とかはもう黙っててもそこそこの活躍しますし、はい、うん、もう毎年ですからね。そうそう、で、セカンド渡辺はハマってきたし、はい、で、キャッチャーの清水もね、うん、まあ試合出れればバッティングもいい形で残してるんで、はい、なんて言っても去年の打線のやっぱり打線というか野手陣の穴じゃないっていう言い方はちょっと語弊ありますけど、はい、若干こう不安だったのが三遊間ですね、うん、でそこをだからレアードを出して、はい、でなんとかできると思ったところがなんとかできなかった、うん、やっぱりそこいるなっていうところでビアヌエバですね、バシッと、はい、ビアヌエバです、はい、去年そこまでだったんですよね。そうなんですよ、ジャイアンツでは2割2分ぐらい、うん、ホームランも8本だったんで、はい、でまあ、70試合強ぐらいの出場だったんで、はい、まあ、半分でいくんですね、まあ、だ外国人問題もあったんで、はい、まあ、ゲレールとかね、まあ、そうかそうか、他の兼ね合いもあってっていうところで、はい、でまあでもなんかね、プレミア12のメキシコでは4番とか打ったりしながら、そうですそうです、まあでもメジャーリーガーがね、はい、出てないっていうところもあるんで、真、まあね、のメキシコの4番かっていうとちょっと違うと思いますけど、はい、このビアネーバがね、だからまあ太田スタイル、はい、巨人から日本ハムに行って、はい、風水的な流れが北の方が良かったぞみたいなね、はい、でそこでねまたチームが変わって、はい、そのまあ、日本に来たってことは良かったことがあったから日本に来たと思うんですよね、うん、そんななんでもかんでもね日本に来れるわけじゃないんで、良、はい、かったことがあって日本に来たと思うんで、そこでジャイアンツうまく回らなかったと、はい、でそれがチーム変わったらうまく回る可能性もあるんで、はい、そういった意味ではそのサードちょっと三遊間が若干寂しかったところに、はい、ビアネーバーがサードでバシッとはまった時にその近藤西川で太田とか、ね、中田っていうところの格がしっかりしてるところにビアネーバー入ったら、はい、一気に層が厚くなるんで、ビアネーバーの打線の期待度、うん、頑張らなきゃいけない度は日本ハムの順位に大きく影響すると思うんですよ。あ、じゃあどのぐらい、まあ、ホームランとかもね、もっともっとだからまあ最低でも20本は打ってほしいですよね、うん、最低でも。確かに外国人選手はやっぱ20は行ってほしいと思いますね。最低ですね、20は最低ですね、うん、はい、それから20打てないんだったら3割ですね。じゃあビアネーバー選手が野手、そうですね、はい、でまあピッチャーですね、うん、ドラフト1位のカーノですね。あ、
今年のドラ1の、うん、はい、もうこれが頑張らなきゃいけないっていう、はい、だからまあ今年はね、その2位に縦の東海リカから取ったりとか、はい、上位4人が、うん、はい、即戦力だったんですよね、即戦力のピッチャーを取ってきてるっていうところを考えれば、うんうん、まあ、昨年もね、あのシーズン途中まで 0.5 ゲーム差っていう1位に肉薄したところで、はい、まあ、上沢選手のその膝に当たってね、はい、怪我でそこから登板できなくて一気にガタガタってきたっていうところで、はい、まあ、投手陣の特に先発、うん、層の薄さはやっぱ否めないと思うんですよね、はい、だからあの加藤とか堀投手がショートスターターやったりとか、金子投手がね、はい、その中からっていう、うん、そういうのをやるってことはやっぱ万全な先発投手陣がやっぱいないってことなんですね、はい、現実にね、うん、だからそういうことを考えた時にやっぱり先発でうまく回るピッチャーを、うん、そのやっぱ数いた方がいいんで、はい、まあ、その新人の4人そのね、みんなに期待ですけど、はい、その中でもドラフト1位の河野君が、まあ、そうですね、1位で入ったからには即戦力として、でしかも左なんで、はい、あの使い勝手いいと思うんですよね、うん、だからひょっとしたら、まあ、先発長次どっちになるか分かんないですけど、はい、そこでしっかり結果を残せれば、うん、投手陣の層が厚くなって、はい、でビアネーバー活躍で野手陣が活性化すれば、うん、まあ、来年、ね、去年もうあと一つで首位っていうところで、うん、届かなかったところを補えると思うんですよ、はい、しかもなんて言ってもね、はい、期待できるんですよこの河野君は。なんか見たんですか。だってね、はい、徳島出身です。あ、そこ。しかも同じ市内っす。あ、鳴門って書いてある。はい、鳴門高校、はい、で甲子園出てるんだ。早崎小学校、はい、あの鳴門第二中学校、はい、鳴門高校なんですよ。へえ。で僕はちなみに大津西小学校、はい、鳴門第一中学校、はい、鳴門高校なんですよ。あ、そう、はい、近い、宮城さん、ね、もう宮城さん近いですよ、はい、だからそのためにも、まあ、頑張ってほしいという期待もありますけど、はい、いいピッチャーなんで、はい、そういったところでそのハムもね、その投手に苦労してるっていうところでチャンスは多いと思うんですよ、はい、そこをチャンスを掴み取れれば、うん、グッて。なるほど。だからもう掴んだら、はい、新人王ヒットっすよ、パ・リーグで。そうですね、掴んだらね、可能性的には。いや、まあ、社会人ナンバーワンの左腕の呼び声が高い。でしかも高卒社会人なんで、はい、22歳で入れてるんで、だから早く入れて、大卒より早く入れてるんで、そういった意味でも今、うん、掴んだら上り調子ですよね。おー、これはじゃあ本当に新人を期待したいですね。そうです、うん、最初うまく待っていけば、はい、新人王もう可能だと思うんで、はい、やっぱりもうね、最近楽天の藤田も、はい、徳島鳴門ですけど、はい、ちょっともうおじいちゃんになってきてるんで。おじいちゃんって言わないでくださいよ。まだまだ。いやいや、ちょっとおじいちゃんになってきてるんで、で、あの、ちょっとね、最近徳島県勢も寂しいところがあるんで、はい、やっぱこのジャイアンツの松田とかね、はいはい、あのこの河野君とか、うん、やっぱりね、徳島の火を消さないようにね、はい、あの小さい町から大きく羽ばたけて頑張ってもらいたいですね。そうですね。でもね、その、はい、地元だから頑張ってほしいっていう、うん、のは置いといても、はい、やっぱキーマンとしてはかなり重要なピースだと思うんで、うん、日本ハムにとっては、はい、この頑張りにはね、期待したいっていうか、まあ、頑張らなきゃいけないですね。そうじゃないと、ね、やっぱハムは若手の底上げない限り、A クラス厳しいと思うんですよ、はい、正直僕はね、うん、でも、そこがうまくはまったら、グッて上げていく、はい、もう本当にじゃあ、この新戦力に期待っていう感じですね。そうですね、うん、そこと底上げはやっぱ必須だと思うんですよね、はい、ファイターズは、はい、そういったところでも、この2人注目、ここで注目選手って言ったら、はい、開幕が待ち遠しいですね。そうですね。いや、どれぐらいやってくれるんだろうっていう、うん、あと見方がシンプルになってよくないですか。なんか幅広く見てたら、うん、ね、そのなんかファンのね、うん、熱量ある人は幅広く見た方とか、はい、応援する選手見た方がいいですけど、うん、フラットに見る人たちはこういうのを見た方がね、はい、おっ、なるじゃないですか。いや、そうです。しかも推しじゃないチームの試合をもし見るときって、そうどこに注目しようってなるじゃないですか。そう次にこういう選手を見ていただけたらいいですよね、うん、それどうします、開幕なんて活躍したら、おわ、松崎見る目あるってなるけど、頑張ってほしいですけどね。言ったからにはやっぱ活躍してほしいですね。まあでも活躍しなかったらチームに影響してくるっていうね、ところもあるんで、はい、まあ、そういったところで、まあ、まだまだ続きます、明日以降も。はい、はい。